7日に行われる国民スポーツ大会、佐賀・佐賀アリーナの体操青年男子に出場する岡慎之助、20イコール特集会に対し、周囲から感謝の声が上がっている。先月のパリ五輪は団体総合、個人総合、種目別鉄棒で金メダル、種目別平行棒でも銅メダルを獲得。日本勢では1972年ニュンヘン五輪の加藤沢を以来、 52年ぶりの3冠を達成した帰国後は豚骨ベースのスープにたっぷりの野菜と背脂が特徴のラーメン二郎でエネルギーをチャージしたというパリ五輪から約1ヶ月の短いスパンで早くも実戦復帰大会関係者はやっぱりトップレベルの選手の演技を見られるのはチームメイトや他のチームにも影響を与えるだろうしなかなかないことだと思うとメリットを指摘した上で 他選手たちにいい影響を与えることで日本の競技レベルも上がっていくと思うと相乗効果に期待を寄せた。今大会の丘は故郷の岡山県代表として出場する。外戦試合に向けては、もちろん優勝したい。高校からか神奈川にいて、岡山に結果では恩返しできていない。今年は岡山代表で結果を出して恩返ししたい。自分のためにも演技するけど、 見ている皆さんのためにも演技して、見ていて楽しいと思ってくれるような演技をしたいと意気込んでいる。